適応障害にならない方法。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。自分大好きさん、適応障害にならない方法を教えてください。適応障害っていうのを最近いろいろテレビや週刊誌とか有名な芸能人の人とかが適応障害になったとかですね、そういう話もあって、適応障害っていうのが結構知られてきてるかなというふうに思います。適応障害ってどういう病気かというと、ある特定のストレス要因を原因として精神症状を来す、うつ状態であるとか不安状態が多いですけども、そういったものが適応障害ですね。例えば新しい職場に赴任して、そこで職場の人間関係で疲れちゃって鬱になりました。でも明らかに原因は職場の人間関係に特定されるんですよっていう場合において、適応障害っていうのがつくんですね。逆に言うと適応障害はその原因が取り除かれれば治るはずです。だからそこで治らないと適応障害ではない可能性が高いですね。ですからまた元の職場に戻ったら治りましたっていうんだったら適応障害だったねっていうふうになる。原因と症状っていうものが1対1対応で分かりやすく起こってくるっていうのが適応障害の一つの特徴かと思いますね。じゃあそういう適応障害にならないためにはどうしたらいいんですかっていうことになると、適応力を高めればいいわけですね。そうです、適応できない障害なんですから。じゃあ適応力を高めるってどういうことなのかといった場合において、2つぐらいあると思うんですけど、1つはやっぱレジリエンスっていうことなんですね。レジリエンスを高める。レジリエンスって何かというと、心のしなやかさとも訳されますけども、何かストレスがあった時に、今まではストレス耐性っていう言葉が言われてたんですけど、ストレスを我慢したりする力が強いっていうことですね。ストレス耐性、そうじゃなくて、ストレスを我慢するんじゃなくて、ストレスをやり過ごしちゃった方が簡単じゃないの。闘牛士がわーっと猛牛で走ってきてもパッとやり過ごすんで、全くダメージを受けないわけですね。ボクシングでも相手のパンチを我慢するんじゃなくて、相手のパンチをかわせば打撃はゼロになるわけですね。だからストレスに対してもそれを我慢するんじゃなく、スルッと受け流す、ストレスをスルッとスルーすることができれば、どんなにストレスがかかっても受け止めなきゃいいわけだから、受け流せばいいと。それがレジリエンスっていう考え方ですね。具体的にはのれんのように生きようとか私の方に書いてるけども、真に受けないで、そういうこともあるかみたいな感じで受け流せる力がレジリエンスです。レジリエンスの高め方は過去動画でも解説しているので、そちらの方を見てほしいんですけども、そういうことができるように、ストレスをスルッとスルーできるように、なんか人から悪口言っても、まああいついつも悪口言うやつだから気にしねえとこうみたいなことができるというのがレジリエンスの高い人ですね。そういう人っていうのは適応障害にはなりづらいでしょう。ストレスを真に受けないから。逆に言うと、ストレスを真に受ける、他の人に言われたことを真に受けちゃうとか、あと引きずっちゃうとか、そういう人っていうのは適応障害になりやすいですよね。適応してないわけだから。もう一つがコミュニケーション力ってことでしょうね。大体人間関係や人との問題で適応障害っていうのが起こってくることが多いですから、コミュニケーション力がやっぱり低い。さっき言ったレジリエンスも広い意味で言うとコミュニケーション力になってくるのかもしれないけども、人とあんまり角を立てずに、まあまあって言って、なんか仲良くやる能力ですね。ここで今言ってるコミュニケーションっていうのは、だからなんとかこう上司の性格が気に入らなくても、職場の中ではなんとなく楽しくやったり、上司の言うことを聞いてるような体でうまく振る舞えるっていうのもコミュニケーションなわけですよ。それを、私はあなたのことなんか嫌いですみたいなことをノンバーバルに非言語的に伝えちゃってるから、上司の方もカチンときて嫌がらせされたりですね、ひどいこと言われたりするってことになっちゃうんで、そういったことも含めての人間関係をうまくやっていく能力っていうの、そういったものを勉強してほしいなというふうに思うんですね。そういうのを勉強するには、この YouTube のカバチャンネルを見ても勉強になりますし、私の本で言うとストレスフリー超大全という本が一番詳しく書いてあるかな。そういうのを読んで、皆様のコミュニケーション力というものをアップしていっていただきたい。コミュニケーション力がアップすると、さっき言ったように人間関係をしなやかに対応することができる。多少の悪口を言われたり、マウントを取られても、そういうやつだからな、って言って受け流すことができるんですね。なのでレジリエンス力を高めたり、コミュニケーション力を高めるってことが適応障害の予防になるし、その他のメンタル疾患の予防にもものすごくつながってくると思うんですね。ということで、いろんなストレスに対してしなやかにですね、受け流すように対応してほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。